どうも千田です。はい、ということで今日はですね、藤ヶ谷太輔ガチプレゼン。はい、ということでね、まあ、ついにこうね、来たる8月10日というところで、まあ、キスマイフットツーはね、デビュー10周年を迎えるわけなんですけど、まあ、それにね、際して、まあ、こうね、改めてキスマイフットツーの各メンバーのこう魅力っていうところで、ね、皆さんにこうね、伝えたいなと思って、まあ、僕のね、チャンネルでキスマイフットツーのメンバーをこうね、1本、まあ、1人紹介するみたいなペースで、まあ、こうね、改めて皆さんにね、こう、プレゼンっていう形で、まあ、キスマイフットツーの魅力だったりとか、ここのこういうところがいいんだよっていうところで皆さんにお伝えしていきたいなっていうふうに思っているっていう動画でございます。ということでね、まあ、第1弾が今回ね、ガヤさんということで、まあ、藤ヶ谷太輔といえばね、まあ、僕はね、すごいこう、思い入れのあるメンバーっていうかさ、まあ、僕はね、こう、キスマイフット2のね、まあ、こう、活動期っていうところが、もろもね、青春とどんがぶりしてるわけなんで、まあ、なんかね、それだけこうね、たくさん話したいこともあるし、ガヤさんのここが、とかさ、もう本当にね、一本の動画で話しきれるのかっていう感じのとこもあるんですけど、まあ、今回のね、この動画でね、とにかく語り尽くすので、よかったらね、コメント欄とかでね、皆さんの補足とかあったらね、まあ、していただければなっていうふうに思っております。まあ、本当にね、こうね、一本の動画でね、ガヤさんのことをね、語り尽くしていいよって風になっててさ、もうめちゃめちゃ僕今テンション上がってるんで、もしかしたらね、もうガヤさんあるあるとかも飛び出すかもしれないわけですよね。ガヤさんあるあるね、なんかもうそろそろ言いたいな、なんか早く、なんだろう、ガヤさんあるあるか、ガヤさんキスブサで1位取りがちとかやば。はい、ということで、まあ、そんな感じで、ね、まあ、今日はね、ガヤさんあるあるとかもね、途中で飛び出しつつもね、たくさん、動画で、ね、皆さんに魅力伝えていけたらなっていう風に思っております。それでは本編どうぞ。さあ、ということで、藤ヶ谷太輔ガチプレゼンしていきたいなと思うんですけど、まずですね、基本情報っていうところを見直していきたいなと思います。藤ヶ谷太輔、1997年6月25日生まれ、現在34歳。で、まあ、出身地が日本の、神奈川県ということで、まあ、身長が175センチ、血液型 AB 型ということで、まあ、年齢がね、今34歳なんですよね、ガヤさんも。ね、なんかこの間ね、30代になって、まあ、30代はなんかエロく正しく美しくやってきますみたいなさ、こと言ってたなっていう記憶がね、もうほんとね、まあ、新しいなと思うとこなんですけどね、もう34歳ということで、まあ、キスマイフット2さ、まあ、そもそものね、こう、デビューが遅かったからさ、その10周年で、もう34歳まで来ちゃってるっていうね、なんかそこがこう、結構ね、皆さんとかもびっくりするポイントなのかなとは思いますね。まあ、だからさ、単純計算でさ、デビュー20周年になった時には、ガヤさんは34歳でそれをね、迎えることになるんで、なんかね、本当に44のガヤってね、っていう、ちょっとね、信じがたいというかさ、想像があんまりできないところがあるんですけど、まあ、現在ね、34歳ということなんで、ね、そこを覚えておいてください。でね、まあ、ガヤさんはですね、1998年の11月に入所していて、まあ、2011年に、まあ、キスマイフット2として、まあ、デビューするんですけど、まあ、なんかここもね、1個のそのガヤさんのね、その紹介する上ではね、避けては通れないポイントのめちゃめちゃ苦労人っていうとこですよね。まあ、そのガヤさんは98年に入所してから11年にデビューするまでさ、めちゃめちゃ長い期間、そのね、ジュニアという期間を経ていて、こうね、いわゆる最近でいうとこのスノーマンのさ、フッカーとかさ、まあ、そのレベルぐらいまでさ、なかなかこうね、デビューできなかった、ジュニアに部類されるんですけど、なんかさ、やっぱりこうね、キスマイフット2の中で見るとさ、まあ、ガヤさんってさ、結構そのね、フロントメンバーで、かっこいいポジションでいなきゃいけないから、まあ、そのね、結構苦労人ではあるんだけど、そこの話っていうところさ、あんまりこう、前面に出せないっていうかさ、苦労人エピソードってさ、ちょっとこう、ダサいというかさ、あんまりこうね、そのイケメン枠とかさ、かっこいい枠の人が、まあ、する話じゃないから、まあ、なかなかね、そこのポイントっていうところは皆さんに伝わりきってないのかなっていうふうに思うとこも若干僕はあったりします。まあ、でもね、そのガヤさん自身もね、結構そこはね、うまくこうね、自分のキャラと合わせながらそこのエピソードとか話したりしてるので、まあ、ある程度ね、皆さんも知ってるとは思うんですけど、まあ、実際ね、そのね、こんだけ長い期間あったらさ、もっとめちゃめちゃその泥水すすったとかさ、もっとこうね、えぐいエピソードとかあると思うんで、なんかこれからね、その10周年っていうところで、まあ、一つこう区切りがついて、この先のね、その11年目、15年目、20年目とかさ、それぐらいになってくると、またね、昔はこうだったんだよとかさ、そういうエピソードとかも今後登場するかもしれないので、まあ、そこはね、ぜひ皆さんもね、これからっていうところでチェックしてほしいなとは思います。で、まあ、そしてね、次に、その、ガヤさんのことをね、皆さんにガチプレゼンしていくわけなんで、ガヤさんの構成要素っていうところを大きく3つね、ちょっと僕がピックアップしたので、まあ、そこを元に話していきたいなと思います。で、まあ、ガヤさんのね、僕が思う構成要素っていうのは、まず1つ目に歌声。で、まあ、2つ目にトーク力。そして3つ目がね、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ガヤの本質っていう部分です。ここの3つをね、ちょっとね、細かく、まあ、解説していきつつ、皆さんにね、こう、プレゼンっていう形で伝えていければなっていうふうに思ってます。で、まあ、まず、
ずね、最初に一つ目の歌声っていうところなんですけど、まあ、やっぱさ、みんなもさ、キスマイ一つの曲を聴いていて、そのガヤの声が耳に入ってくる時間って、やっぱり多いと思うんですよ。まあ、というのもね、そのキスマイ一つのその楽曲を作る中で、やっぱりそのガヤってさ、まあ、結構その主旋律みたいなさ、結構ね、軸となるようなパートを歌ってるし、まあ、あとさ、そのガヤさんが、そのね、歌の中のその決め打ちみたいなところで、Are you love sick? ってさ、言ったりとかさ、そういうシーンとかもあるわけなんで、まあ、やっぱりね、キスマイ一つの楽曲イコール、そのガヤの歌声っていうところはね、すごく注目するポイントなのかなとは思います。で、まあ、そんなね、こう、ガヤさんの歌声っていうところなんですけど、まあ、なんかそのさ、ガヤさんの歌声って、まあ、やっぱ上手いし、まあ、本当に酔いしれるみたいなところがあると思うんですけど、なんかその上手いっていうところも、なんか僕個人的な感覚で言うと、一般的にその上手いっていう、そのカラオケ番組とかに出てくる、その歌うまとか、なんかそういう人たちのその物差しで測るところから僕は逸脱してると思ってて、まあ、なんかもうガヤさんの声っていう、もうそのガヤっていう、もうジャンルが作れるんじゃないかみたいなぐらいさ、本当に声の特許みたいな、もうそれだけでも商標登録取れますよみたいな、そういう僕はガヤ節っていうものが存在してるっていう風に勝手に思ってるんですよ。で、まあなんかこれをその分かりやすく他の人で例えるとすると、サザンオールスターズの桑田佳祐とかさ、もうあの人にしか出せない声じゃないですか。まああとそのユーミンとか、あと玉置浩二とかさ、本当にこうガヤさんにしか出せないものがありますよっていうところをね、ぜひ皆さんにね、こう改めてその聞く人だったりとか、新しく聞く人っていうところに伝えたい。でね、まあ例えばね、そのガヤ節っていうところがまあどこで登場するのかというと、まあ例えばさ、そのスノードームの約束のさ、最後にそのフォーエーバーっていうところあるじゃないですか。あそこも多分ね、その一般的なその歌の上手い人だったりとか、まあ、他のね、そのね、いろんな人がいるそのアーティストの皆さんが、まあガヤさんみたいに歌おうとしても絶対できないんですよ。もうあそこのフォーエーバーっていうところはもうガヤさんにしか出せないし、まあなんならその他のメンバーの、例えばニカだの、センちゃんだの、もう誰だのがやったとしても、あのガヤさんみたいなフォーエーバーは出せないんですよ。まあなんかそれぐらいね、こうガヤさんにしか出せない声、ガヤにしか歌えないパートっていうのが、キスマイ普通の楽曲にはめちゃめちゃいっぱいあるし、なんかそのセリフの、まあ例えばさっき言った、I love sick っていうところも、ガヤさんが言うからいいんだよっていう部分があるっていう、なんかそこをね、こう改めて皆さんにこうね、伝えれたらなっていうふうに思ってます。まあなんか本当にね、ガヤさんのあの声っていうところはね、もう本当にね、やっぱ好き。もうなんかガヤさんの声でまあ育ったと言ってもまあ過言ではないぐらいのね、僕なんですけど、やっぱりね、まあガヤさんの声を聞くと落ち着くし、これこれこれみたいな感じになるんですよ。なんかそこのね、こう体験っていうところを僕はガヤさんでたくさんしてるので、そこをね、こう改めてこの動画でね、みんなに伝えたいというかさ、まあそのキスマイのファンの皆さんと共通認識でいたいなっていうふうに思ってます。で、まあ、そしてね、次に二つ目のトーク力っていう部分なんですけど、ここはね、まあ、最近で言うとさ、A スタジオに、まあ、ガヤさんがね、そのアシスタント MC として出演してるので、まあ、そこでね、こう、たくさんそのガヤさんの、こう、起点の効いた、まあ、一言だったりとか、まあ、こうね、MC としての、こう、回す力みたいなさ、そういうところがね、たくさん見れるので、まあ、A スタジオとかもね、めちゃめちゃ僕はね、実はちゃんと見てるっていうところがあったりするんですけど、まあ、ガヤさんね、そのトーク力っていうところでね、まあ、その回すとかさ、その MC 的な部分もそうなんですけど、まあ、ざっくりそのね、全体的なところを捉えると、めちゃめちゃやっぱり話が面白いんですよ。で、まあしかもね、その前のさ、その初めてのキスマイ一つの動画でも言ったんだけど、まあガヤさんってさ、その2枚目キャラだし、そのフロントメンバーにも関わらず、まあ、ちゃんとこうね、3枚目キャラにもこう成り変わることができるし、まあ、あとこうね、トーク力っていうところも三段落ちをしっかりしちゃったりとか、まあなんかこう芸人のこう基本のキーみたいな、なんかそういうところがちゃんと備わってて、本当に喋る時とかも、僕面白いこと言ってますよみたいな感じで、こうニヤニヤ喋るんじゃなくて、こうなんでもないですけど、みたいな、とぼけ顔で喋ってめちゃめちゃおもろいこと言うみたいな。さ、本当にこうね、笑い分かってるんだろうなみたいな人の喋り方をするのがガヤさんなんですよ。まあなんか例えばね、僕がね、すっげえおもろいなっていう風に思った回で言うと、昔のね、その1年前ぐらいのキスブサで、彼女にお金を貸してっていう風に言われた時に、その彼氏だったらどういう風にこう返答するのかみたいなお題でそのね、チャレンジをした回があったんですけど、まあなんかね、他のメンバーとかさ、結構まあリアルな金額を言ったりとか、まあなんかどういう風に使うのみたいなさ、そういうこうね、かっこいいまあ感じでね、やってたんだけど、ガヤさんだけはなんかちょっとね、こう変なスイッチ入っちゃったのかわかんないんだけど、彼女にね、こうお金貸してっていう風に言われた時に、ガヤさんはこう、どうしようかなっていう風に考えて700万っていうみたいなさ、結構あのどぎつい返しっていうのをあのガヤさんがしちゃうっていうところがすごく僕は好きです。で、まあしかもさ、その後さ、スタジオに帰ってきてさ、ニカとかがさ、え、稼ぎ違うのとかさ、なんかそういうこと言ってる中で、まあタマがさ、なんかね、お金貸してくれるのメンバーにはみたいな風に聞いた時に、ガヤさんがこうすぐさ、俺より稼いでるやんってさ、タマに言うみたいなさ、あそこ
ねえ、あのシーンとかもすごい好き。まあだからね、結論言うと、まあ、ガヤさんはね、とにかく面白い人なんですよ。まあその二枚目キャラでもあるし、こうトーク力もあって、まあこうね、MC みたいなそういうね、起点も聞くこともできるし、あとね、こう綺麗な言葉をね、こう喋ったりとかさ、すごいこう適切なね、言葉を選んで、まあ誰かに物を伝えるみたいなそういう能力もあるんだけど、まあ、なんかちょっとこうね、下世話な笑いもできるし、ちょっとこうね、こうすごいね、エッジの効いたこともできるし、みたいな感じで、まあそのガヤさんはそのかっこいいんだけど、ちゃんとトーク力もあるんだよっていうところもね、こう二つ目のポイントっていうところでね、まあ入ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ということで最後に3つ目のガヤの本質っていう部分について話していきたいなと思うんですけど、まあ、ここのね、パートで何を話したいのかというと、その藤ヶ谷太輔っていう、そもそものあの人間、あの人ってどういう人なのっていうところをちょっと深掘っていきたいなと思うんですよ。まあ、というのもね、さっきまでのところで、まあ、そのガヤさんって面白いですよとかさ、歌声がね、こう、すごいですよとかさ、あとこう、かっこいいですよみたいなことをね、散々言ってきたんですけど、ガヤさんってそもそものこうね、本質的な、その人間的な性格ってどうなのかっていうふうに僕、個人的な見解でね、そのガヤさんをしっかり見てみると、めちゃめちゃ静かな人だと思うんですよ。まあなんかもっとね、分かりやすく、まあ二つに一つみたいな感じで言うと、どちらかというと陰キャタイプなのかなっていうふうに僕は思ってます。というのも、そのガヤさんって、まあそのキスマイフット2のこうね、メンバーのその構成の中では、まあそのフロントで、まあこうね、オラオラ系で、まあかっこいいみたいなところのポジションを取ってるけど、まあいざそのキスマイフット2藤ヶ谷太輔から、まあただのその藤ヶ谷太輔っていうだけのそのね、個人っていう存在になった時って、めちゃめちゃすごいなんか落ち着いてる人だし、なんかそんなこう派手な遊びとかをもともとそんなするタイプの人なんじゃないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。まあなんかね、ガヤさんのこう休日とかを見てもさ、結構こう暗いところのカフェで、まあ本を読むのが好きだとかさ、まああとこう写真が趣味ですとかさ、こうね、結構アクティブなところもまあ一面としてあるのかもしれないけど、まあなんかその藤ヶ谷太輔個人だけで見ると、まあなんか結構その猫ネクラというかさ、まあ静かなところで、まあこうね、こじんまりしてるところが好きなのかなっていうふうには思います。まあだからね、そのキスマイフット2のこう藤ヶ谷太輔として見ると、まあ結構ね、こうボカーンドカーンみたいなさ、そういう感じかもしんないんだけど、まあこう藤ヶ谷太輔単体で見ると結構ね、こう物静かな人なので、まあなんかここのね、こう二極性というかさ、この結構もう本当に対極に存在するみたいなところを、まあ一人のね、その人間の中に詰まってるわけなんで、まあなんかこうね、アイドルの側面とそうじゃない側面とかさ、そういうところもね、ちょっとね、深掘ってみると、もしかしたらおもろいかもよっていうね、話をしたいなっていう感じです。まあだからなんかね、最近ね、ガヤさんってさ、僕は自然体でいますとかさ、あとこうあんまり元気ないよとか言われてるけど、なんかまあ言ってしまえば、あれが本当にね、藤ヶ谷太輔っていう男そのままが、まあこうね、いるだけなのかなっていうふうに思うし、逆に言うと、まあ今まですげえ無理してたみたいなところも、まあ正直あるのかなっていうふうに思ったりなどなど、まあなんかその藤ヶ谷太輔の今っていうところは、まあそのデビュー当時のガヤとは、まあ全くね、こう違う存在になってるのかなっていうのも、ここのね、部分からまあ考えられるのかなっていうふうに思ったりもしてるんですよね。まあなんかそのね、最近結構ね、僕の中で、まあこうね、直接的なワードとしては言わないけど、まあ、キスマイフット2もしかしたらみたいなところが僕の中ではちょっとあるんですよ、説として。まあ、だけどキスマイフット2は、まあ、11年目も、まあ、相変わらずのね、7人で進んでいってほしいなっていうふうに思うし、やっぱりキスマイフット2にはガヤがいなきゃダメだっていうふうに僕はマジで思ってるので、まあなんかね、結構最近ね、写真とかそういうところがピックアップされていて、もしかしたらそっちの方面にっていうふうに思うこともあるし、まあなんかそっちの方面がもしかしたらガヤにとって一番の幸せなのかもしれないんだけど、まあ、僕はね、やっぱりキスマイフット2の藤ヶ谷太輔っていうところを見続けたいなっていうふうに思うので、まあ最後にね、ガヤの本質っていうところは、もしかしたらね、結構物静かな人かもしれないんだよっていうところを皆さんにね、こうちょっと考えてほしいというかさ、ちょっとこうね、ファンの皆さんとね、そこら辺どういう風に思ってるのかなっていうところをコメント欄とかでね、まあ、意見をまあ交換できたらなっていう風に思ってます。さあ、ということで今日はですね、藤ヶ谷太輔ガチプレゼンということで、まあ結構ね、その人間性だったりとか、まあこういうところがいいよ、かっこいいよ、ここがこうみたいなさ、ところをね、結構まあ長尺語り尽くしてきたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ本当にね、ガヤさんはね、深掘りがいがあるというかさ、まあガヤさんのこう魅力っていうところは、その歌声でも味わうことができるし、まあトークとかさ、その面白い部分でも味わうことができるし、あとそのね、ガヤさんのそもそもの本質的な部分のところからも味わうことができるしみたいなさ、結構そのね、藤ヶ谷太輔っていうそのキャラクターの中で、まあいろんなね、ものが混在してるかなっていうふうに思うので、まあ、そこをね、どこをね、ピックアップするのかっていうところもね、こうファン側の、まあ、仕事の一つかなっていうふうには思うので、まあ、そこをね、まあ、それぞれが、まあ、どこのね、ガヤさんを見たいのかっていうところをチョイスして、まあ、楽しんでいくのがね、まあ、一番いいんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで、そんな感じで今日の動画終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いや、今回のね、この動画ね、マジでね、ノンストップで撮り切ったんですけど、現在ね、撮影時間が40分を過ぎたということで、まあ、40分連続でね、まあ、ガヤを語り尽くせるだけでね、もう僕は幸せなんでね、もう全然もう疲れとかもないんですけど、ね、結構ちょっと喉はやってます。